はい、こんにちは。イエミーズ、ナンピロです。はい、皆さんこんにちはです。さて、ビンゴで特ダマが、はい、まあ、僕は1個ちょっと手に入ったので、はい、ミッキー狙いで引いていこうかなと思います。はい、まあ、ミッキー以外は、ジップもドナルドも、とりあえずね、欲しい数は手に入れてるんで、はい、ミッキーちょっとあと行ったら、ね、ミッキーにしたいんです。今、ニッキーなんで。いや、ミッキーか。ミッキー狙いで。これたまんないですもんね、星玉はね。これたまりませんね。うん、これ大事だよ、意外こういうところ抜いていくと後が楽になるんですよね。それこれそしたらピックアップ引かなくていいですもんね。そう、もうこれを終わったら本当ピックアップは引かないんで、ちょっと特段の品が多いからな。何も関係ないから。まあ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 、いそうだけどね。うん、はい、わかります。はい、ちょっと待ってくださいね。自分が出るわけ。はい、はい、ということで、徳玉、私、ビンゴ、1枚目が終わって2個、ナイスビンゴあります。ナイスビンゴということで、これ出たら熱いな、ほんと。マジ熱いっすね。それで終わりだもんな。はい、で、欲しいのチッパンデーですね。一番いらないのがとなると、チッパンデーより0体ある？1体引きました。1体か。はい、ピックアップ来て10連したら1体出たから、俺今回マジで決勝っすね。まあ、でもガチ動画で結構引いてたんですけど、動画でそんなに傷を負わずに、欲しいところを重ねることができたって感じですね。でミッキーさ、16連、うん、で2体、あ、違うわ、26連で3体かで、チッパンテル10連だから動画で36連でミッキーさんのチッパンテル1抜いてますね。動画の位置がかなり弱かった。これ徳田はもう超過試合になってるけど大丈夫かな。まあ徳田はこのものですよね。で、チッパンテルのために用意してたんですよ、欲しいって言って。はいはいはい、3、40連か、50連ぐらいかかるかなと思って用意したんですけど、うん、10連出ちゃったんで、でもう10連いっとこうかなと思って。で、2体目はちょっと狙って。チッパンレール地味に強かったんだ。そう、だからね、欲しいんですよね、普通に。じゃあ、メテオも結構バイツアップあったりし。で、水溶きにの、ショマップのロボットをトライブが一発落としてくれて、トライブやばないそうっす。持つ1本いたら、上のそれもやってくれて、必ず水溶きにが1点抜けるんですよね、どんなキャラでも。チッパンレール持つがいれば。はーい。そう、だからチッパンデールちょっと欲しくて、もう1体、別に1体いれば十分なんですけど、なんかちょっとトライブに可能性を、うん、やばいよあれ。ユークリトライブびっくりしたもん。ユークリトライブびっくりしたもん。ユークリトライブメテオじゃない。うん、とりあえずそのスモーク死滅しますよね。ほんとにユークリトライブメテオだからね、あれ。たぶんもう1体このまま継承で済ませてくれ。種族メテオだもんな。オーディン？オーディン？オーディン？オーディンもなんかディズニーの。たまります。ただ50年前なんでね、これちょっとなるべく継承でいきたいところなんですけど、たまるのはなんかでしょう。そうですね、ただたまるのが一番出るだったらいいんですけどね。で、ここに出るのが一番最高。うわぁ、わぁ、いい2体目。これどうする、たまったやつ。これ何？これ何？持ち越さない。でチッパーを出るの欲しいですよね、なら。俺、まあね、ミッキーと4-4いるんで。じゃあ、4-4はさすがにもう。しかもチッパーを出るね、そう、進化前もトライブなんですよ。ん？なんで？なんでオニキスでその。いや、オニキスは面白い、カットちょっと今。久しぶりに俺ピックアップでちゃんと動画で弾いたわ。だこれで、チッパンデール全然似たやりだな。うんですね、チッパンデール2体になりました。チッパンデール2体のミッキー4、はいはい、ドナルド4ですね。結果いいバランス感覚で、結果良かったかな、うん、と思いますね。なんで、これは完全撤退かな、さすがに。うん、もうこれ以上追う必要ないかなと思ってます。自分ちょっとさ最後、うん、ミッキーのピックアップの時に、はい、もうほんとそこでね、ちょっと狙おうかなと、あと1体を狙いたいなと思ってるんで。そうですね、なんか3体いてもいいですかね。うん、ただなんか使えば使うほど、あれってなってきますよね、ミッキーも。倍率が低いって大事かなと思って。引くべきなキャラではないかなとはね、もしかしたら、ね、思ってます、うん。カタログで相当盛り上げるの上手でしたよね、でもあれはね。神風、まあ、とりあえず2体ね、
使いたいなっていうのがあるんで、うん、1体は進化にしておいて、まあ、強いですけどね。そう、うん、結局強いのも間違いないんで、ランページがやっぱね、はい、強いから光ですね、こちらですね。これちょっとあれが来たらやろうかなと思ってんですよね。神殿の報酬が4つ。あ、だから自分もそう、自分も今、うん、袖待機で、そう、それまで一切せっかくあるから使わないで、もうちょっとね、そう、自分もせっかくならあそこで使いたい、せっかくなら本当にいかにも増やして、そう、絶対増やす時に使った方がいい。で、俺今日からだと思って手法を持ってきた今日からだと思って手法を持ってきたら今日じゃなかったまだ。まあなんでね、はい、徳生ビンゴでね、これ弾ける人いると思いますんで、はい、あれ出ました、これ出ましたね、はい、ありましたらよろしくお願いします。あ、よかった、マジで。もう軽症ではねえけどな、200ぐらい結局してるのか、167、引いた分結局帰ってきてるっていう印象、ただもう200いかないかいくかぐらいで対象全部で10体引いてるのは多分相当引き強いですね。ああ、でもそうだよね、はい、うん、鳥ちゃんとか相当出てなかったからね。そう、結構出てない人みたいな、から偏ってる人は出てないみたいな、うん、本当何ジュレーションも対象が出ませんでしたみたいな人もいたんで、毎回そうかもしれないですけど、ちょっと本当に確かに、ね、今回なんかハマってるのがミッキーじゃないイメージがありますね。あ、うん、なんかチップアンドデールを求めて弾いてる人が俺の周りには多い。あ、出ない、チップアンドデールだけ出なかったみたいな人が多いですね。ドナルドは多分確かにみんな出てる、うん、ドナルドは出てるイメージ、うん、ドナルドは過剰に出てる印象が、過剰に出てますね。で、僕なんか最初30連ドナルド何とか出ましたしね、白猫班の方とお話しした時に20連ドナルド4体出してましたから2枚抜き2連続やったマジいらね、20連ドナルド4体か、うん、まあ近畿が楽になる、はい、楽になりね、はい、その人現代持ってなかったんで超やっぱ、あ、それマジでも2体でいいですよ、マジは喜ぶね、うん、だけなんで、ね、はい、まあでもピックアップのいいちゃんと引いたら、うん、まあ本当出やすいですねって言ったらね、はい、ちゃんと力をお願いします。じゃあ今回もジムラジオ1からお送りしました。ストップ。ナオピロでした。シオでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。くへえ、アカウントを量産して、ナオシロなどが割と良い評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。